やっほー、ミトです。今日は代官山に来ました。これからお知り合いの増田さんという方の個展を見に行きます。さやたんも行ってきます。天気がめっちゃいいです。めっちゃかわいい。どこ？あ、寝てる。寝て。これさ、ストーブに当たってあったかいのかな。そうかもしれない。やばい。あったかいか。いい具合か。やば。手なのかな。これ手だよね。手だね。手上げてる人と手下げてる人。下は。これなんだろう。だるま？かわいい。ピースしてる。ピースしてる。ハッピーだ。なんか可愛い子たち発見。これね。そういうとこだ。そう。なんかあの種類違い持ってる。帽子。赤。ちっちゃー。これ何入れだろう。でもこう注げるようになってるからなんかね、ミルクとか、ね、カフェとかでさ、いちいちこういうの出てきたら可愛いよ ね。あのアクセサリー入れにもできるよみたいな小皿連れて帰りたい。1個連れて帰りたい。どれがいいと思う？
これちょっと、あ、でもなんかこれ私とちょっと似てる、なんかそばかすっぽい。そばかすなのか。そばかすかな。模様かも。でもなんかこの子がインスピレーション。なんか第一印象この子が良かった。どこがいいですか。なんか顔がちょっと中心に寄ってる感じ。この子連れて帰ろう。自分用とマネージャーさんのプレゼント用に買いました。イエーイ。最近飲めるようになったホットカフェラテ。え、そんな入れんですか。ちょっと苦かった。じゃあカフェラテ頼まないよ。あ、うん、ちょうどいい。絶対甘いよそれ。角砂糖3つぐらい入れた。目がかわいい。かわいいでしょこれ。うん、昨日乗ったんよ。手の大きさがなんかすごい子供と大人な。そう。でも私結構さ、なんかおばあちゃんみたいな。シワシワだね。そう。シワシワ。いや本当にマジで。だってね、うん、これさ、もう若い時からこのシワシワなの。うん、だからさ、なんていうの？若い時はめっちゃコンプレックスだった。で最近やっと受け入れるようになってくる。うんうん、張りあるわ。手若いね私。手若い。でかいけど。めっちゃボロボロ。寿司、サーモン。あ、それサーモンですか。多分。え、マグロかな。マグロ、ま、あ、マグロ。あ、マグロが色あせてその色になってる。確かに。